今日井上黒縁メガネで登場。ストロングリーグの歴史で黒縁メガネの優勝投手はいません。マラケー。よ。木星人、水星人、金星人準備だ。先頭を打ち取った井上。ピッチャーフライ。TUBC 優勝した。いやいや投げ抜きましたね。本当黒縁メガネ初のストロング優勝ですよ。そうですね、ええ、東北高校の真壁投手を思い浮かせるような、ええ、ダルビッシュに勝ちたいなっていう気持ちがずっとあって、ここでそれを発揮できたのが良かったですね。なるほどなるほど。なんかナインに何て声かけるんですか、この後。飯でも行こうぜ。